61の正解は2番です。Who do you think is the best person for this job? この仕事に最適な人物は誰だと思いますか？61の解説です。間接疑問文に分類されますが、Who is the best person for this job? 押し構造とする。Do you think? の挿入と考えた方がわかりやすい。Who, in your opinion, is the best person for this job? と同じニュアンスで捉えてよい。62の正解は2番です。He is a lonely person with few friends other than his sole brother. 彼はたった一人の兄以外はほとんど友人がいない孤独な人だ。62の解説です。Other than X. で、X の他に、X 以外の、という意味になります。63の正解は4番です。We could not leave Narita International Airport on time due to the strong wind. 我々は、強風のために、成田国際空港を時間通りに出ることができなかった。63の解説です。軍前置詞の Due to は、何々のために、何々の結果、という意味を持ちます。64の正解は1番です。Not only has he attended many international conferences, but he has expressed his views on many issues during these meetings, too. 彼は多くの国際会議に出席してきただけでなく、これらの会議中に多くの問題について自らの見解を発表することもしてきた。64の解説です。否定の副詞。Not が文頭に来ているので文法規則による強制的な統治が起こっています。英語では、文頭から2つ目の成分は動詞または助動詞になるという頑固なルールによるものです。65の正解は3番です。You look tired.Don't you feel like taking a short break? お疲れのようですね。ちょっと休憩を取りたくありませんか？65の解説です。Feel like being で、ve したい気がするという意味になります。Take a short break は、短い休憩を取るという意味です。66の正解は1番です。The team star player broke his leg and won't be able to play soccer for 3 months. そのチームのスター選手は足を骨折して、今後3ヶ月間、サッカーができないだろう。66の解説です。時間の長さを表す前置詞は、for である。for 3 months. で、3ヶ月の間、という意味になる。67の正解は3番です。Although deeply depressed, he was able to see that he had to take action. ものすごく気分が沈んでいたけれども、彼は行動を起こすようにすることができた。67の解説です。従属接続詞。Although
の導く説の元の形は、Although he was deeply depressed. である。この文では、He was. という代名詞と be 動詞のセットが省略されている。省略する際は両方を省略する。See that SV. は、SV するように取り計らう、という意味である。68の正解は4番です。The building which you see is the library. あなたに見えているその建物は図書館です。68の解説です。2文に分解すると、1文目が The building is the library. となり、2文目は You see it. となる。2文目の代名詞 It. に接続詞が合わさってできた関係代名詞の Which.が正解となる。69の正解は4番です。Toshi likes team sports, so he watches basketball. Toshi はチームスポーツが好きなので、野球を見る。69の解説です。コンマの前後で、年は、チームスポーツが好きだ、が原因、野球を見る、が結果、という関係になっているので、因果関係を表す遠い接続詞の、So が正解となる。70の正解は2番です。The cost of living in Osaka has risen by 3% in the last 5 years. 大阪での生活費は、この5年間で 3% 上昇した。70の解説です。The cost of living. で、生活費、という意味になる。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。